はい、えー。皆さんこんばんは。46日間チャレンジ行政手続き法完全制覇の40日目に入らせていただきたいと思います。よろしくお願いします、うん。もう今日とね、昨日で2日間行政法の合宿をして、私もちょっとヘトヘトではあるんですけれども、ね、40条見ていきたいと思います。意見公募手続きについて38条から見てきております。で、40条の規定はですね、あの、昨日39条のところで、 意見公募手続きというのは30日以上の期間を定めて意見公募はパブリックコメントをするのだと。こういうふうに、えー、お話をさせていただきました。だけどその30日以上って言うんですけども、もう本当にね、そんな期間は取らず、30日以上というのであれば30日間だけ取ればいいやって感じでね。 で、まあ、e-gab のサイトとか見ていただいてもわかる通り、もうみんな30日で、あの、揃えてくると、もうそれ以上の期間は取らないと、いう感じではあるんですけれども、40条の第一項に書いてあるのは何かというと、やむを得ずですね、30日の期間が取れないタイミングっていうのがありますよね。まあ、そもそも本当に緊急性があるということであれば、災害時にですね、どうしてもすぐに政令を定めなければいけないとか、そういう場合にはですね、 そもそも意見公募手続きを取らなくていいという適用除外とかあったりするんですけれども、ただそれ以外で、えー、いや、ちょっと30日は取れないけれども、1週間だけ取らしてくださいとかね。もしそういうことがあれば、ね、実はあんまりないんですけど、そういうことってね。もう30日取るか、もう全く取らない適用除外にするかっていうのが、ほとんどではあるんですけれども、うん 40条1項はこういう定めをしています。命令等制定期間は命令等を定めると、定めようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができない、やむを得ない理由がある場合には、全条第3項の規定に関わらず、30日を下る、えー、下回る、意見提出期間を定めることができます。全項3項というのは30日以上定めてくださいねっていう規定ですからね。 ですから、下回る期間を定めることもできます。この場合において、当該命令等の案の講示の際に、その理由を明らかにしなければならないということで、なぜ30日以下になってしまったのか、という理由を定めなければ、まあ理由をですね、示すようにしなければならないというふうに書いてあるということになります。まあまあまあ、あんまりね、でもね、実際見ないですね。 30日下回っていて、その理由を書くという場合、それはあんまなくて、もうどっちかっていうと、もう30日とかっていうよりかはもう意見交募手続きしないで正承令定めます。なんていうことで、もう適用除外に持ってっちゃう事例の方が多いような気がしますけどね。 はい。で、40条の2項なんですけど、まあ、ちょっとこれはね、マニアックではあるんですが、命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合っていうことで、委員会ってね、基本的にはもう専門性のある、そういう、まあ、そうですね、専門的な方たち。 があ、有識者がですね、集まってるのが委員会だったりとかするんですね。で、委員会で話し合って、で、聖書令を定めようとする場合で、かつ、当該委員会等が意見公募手続きに順次た手続きを実施しているということで、そういう専門性ある人たちが、なおかつですね、意見公募手続きに順次た手続き、ちょっと前意見を聞いてるアンケート調査みたいなのをしていますというような場合というのは、 これはですね、改めて国民に広く意見を募集するというのは、うーん、どうかなと。だって専門的な人たちがちゃんと意見聞いて定めているわけですから、そこには配慮をしようということで、え条、ー、第1項というのは、この40条第1項の規定に関わらず、自ら意見公募手続きを実施することを要しないということで、先ほど言ったように、えー、まずですね、 この、まあ,あ、30日以下になってしまう意見提出期間になってしまう場合は、ちゃんと理由を定めましょうね、というのが40条の第1項。で、40条の第2項に関しましては、えー、これはですね、もう単純に委員会という専門的な機関がですね、えー、まあ、ちゃんと審議をして、で、かつ、意見公募手続きに順次た手続きをですね、踏んでいるわけですから、 わざわざもう意見公募手続き、行政手続き法の意見公募手続きなんかしないということになります。ええー、では以上になります。えー、皆さんお疲れ様でした。